ダメだ、ゆっくり実況を始めて早5年。まったく伸びない。でも私は諦めない。絶対に大物ゆっくり実況者になってやるんだから。そうだそうだ、君は絶対に大物ゆっくり実況者になれる。うわ、なんやこいつうさんくさ。僕の名前はブームマン、登録者3万人の超大物ゆっくり実況者だよ。いや別にそんな大物じゃないし、なんなら5年やってきて名前すら聞いたことないんですが。あなたはやり方を間違えているだけなのです。私がこれから教える正しいやり方でようつべチャンネルを運営すれば、1年以内に登録者1万人を突破することを約束しました。この導入ようつべで最近流行ってる怪しい美容広告みたいだからやめてほしいんだけど、最初から普通にやれ。ということで始まりました、底辺実況者ブームマンの、伸びるゆっくり茶番の作り方講座。まあゆっくり茶番って言ったけど、伸びだけを考えた場合、ゆっくり茶番だけにこだわるとろくなことがないので、今回はゆっくり動画全般においての伸ばし方について解説していくぜ。え、私ゆっくり茶番で伸ばしたいんだけど。もちろんそれもいいんだけど、先に言っておきたいのは、ゆっくり茶番やゆっくり実況で再生数を稼ぐのはセンスとカウントか色々なものが要求されるから、伸びだけにこだわるならあまりお勧めできないってことなんだ。え、じゃあこの動画の自然否定前、どうすんだよこの後の尺。まあ落ち着けって、それもこの後解説するから、それをまずは理解してもらった上で、この動画のお題であるゆっくり茶番での伸ばし方について解説していくぞ。言ってることめちゃくちゃじゃねえか。その前に、霊夢、再生数を伸ばすには、たくさんの人に動画を見てもらう必要があるよな。そうだね。じゃあそのために面白い動画を作る以外に、まず何をやればいいと思う？とりあえず毎日動画を出し続けるとか。なんで？え、なんで毎日動画を投稿し続けるとみんなに見てもらえるようになるの？え、数打った方が当たるじゃない？は？これだから底辺 YouTuber は。え、なんで急にディスられたの？いいか、確かに動画数が多い方が収益が多いっていうのは当然のことだ。だが毎日投稿は効率が悪すぎる。毎日1本動画を出すなんてとてつもなく大変だし、そんなペースで動画作ったところで制作時間のかかってないクオリティの低い微妙な動画を大量生産するだけだ。時間をかけてアイデアを練って1本の動画を作り上げる方が結果的に早く成功するのが要するだぞ。もちろん時間をかければ必ず伸びるって言いたいわけでねえ。伸びるために毎日動画を出し続ける能力は必要ないってことだ。え、でも要するの AI は毎日投稿してるユーザーの動画を優先的におすすめとかに出すって聞いたんだけど。は、それ誰に聞いたんだよ。違うの。あ、全く関係ない。投稿頻度が多くないと再生数を保てないというのはある程度は確かにあるけど、投稿頻度の多いユーザーの動画をあなたへのおすすめやらで優先的に表示させてるっていうのはよくネット上では言われてるけど根拠の全くない俗説だぞ。逆に毎日動画を出すだけでそんな特典があるならこんなに底辺 YouTuber が量産されてないよな。じゃあどうやったらいいの？自分の動画をより多くの人に見てもらうためには当然だが、自分の動画がより多くの人の目に留まる必要がある。そのためにサムネやタイトルを工夫するのももちろん大事なんだけど、それ以前に動画が表示される機会を増やさなきゃいけないんだよな。機会っていうのは要するのアプリを開くと最初に出てくるあなたへのおすすめ欄とか動画の右横に無数に表示される関連動画のことだ。ここに表示される頻度、つまり露出率を上げなければ再生数を上げるのはとてつもなく難しくなるぞ。どうやったら露出率は上がるの？まずこれらの欄、特にあなたへのおすすめは視聴者一人一人に最適な動画を自動的に選んで表示してることが多い。つまり多くの人にとって最適な動画を作るっていうのがコツの一つだね。両手の AI が多くの人に見たいでしょっておすすめしてくれるような動画を作ればいいのね。そうだね。でもその基準って AI にしかわからなくない？私たち投稿者がそんなのを判断できたら苦労しないわ。それならもう一個判断の基準になると言われていることがある。こっちは割とわかりやすいぞ。なんで基準になると言われてる？なんてもやもやした言い方をしたんだ。そもそも様子ではこうした露出率を上げる基準を公表してるわけじゃないんだ。だから投稿者がどうやったら露出率が上がるか自分で分析推定しなければならない。その結果伸びる動画にはこんな傾向があるとわかったんだ。なんだと思う？高評価数？多分影響しているが一番ではない。コメント数？違うんだな。え、一体何なんだよ。実はね、動画の視聴維持率が高いことが大きな鍵を握っていたんだ。視聴維持率？視聴者が動画を開いて平均して何分何秒まで見ているかを表しているのが視聴者維持率。つまんない動画とか、神はいいのにその後面白みがない動画とかは最後まで見ようと思わないだろ。途中で見るのをやめて、ブラウザバックしたり関連動画から次の動画を探してそっちに行っちゃうわね。そういうのがあると視聴維持率がどんどん下がっていくぜ。逆にイントロからどんどん動画の内容に引っ込まれて、気づいたら最後まで見ちゃってたみたいな動画は、動画を最後まで完走する人も多くなるので視聴維持率が高くなるぜ。そういえばこの動画、伸びるゆっくり茶番の作り方が主題なのにまだ一切ゆっくり茶番の作り方の話してないんだけど、それは視聴維持率的にどうなんだ？非常にまずい。ダメじゃねえか。しかしゆっくり茶番を伸ばす上でまず要素での基本的なシステムを理解するのは重要なので、この後話す伸びるゆっくり茶番のストーリーの組み立て方を言う前にぜひ知ってほしいんだぜ。でも視聴維持率が高評価数やコメント数より大事ってマジなの？証拠あるの？どんなデータよりも信頼できてわかりやすい証拠を持ってるぜ。今から見せてやる。俺が今までアップしてきた動画たち。なんでお前の動画なんだよ。バカ野郎、俺は中途半端に大物で、中途半端に底辺などっちつかず系ゆっくり茶番者だぞ。ゆえに上は150万再生のヒット作から、下は1000再生にも満たないカス動画まで、伸びた動画と伸びなかった動画をわかりやすく比較できる、超優秀な参考資料なんだぞ。そして視聴維持率と再生回数に一定の関係があるのも俺の過去動画を分析すれば一目瞭然だ。例えばこちらの動画、投稿から半年経っているにもかかわらず2万再生にすら届いていない。この動画は簡単に言うと Google が倒産して様子がなくなり、職歴なしの専業 YouTuber だったウクムスたちが仕事を求めて
で必死にバイトの面接を受けまくって落ちまくるというよくわからないストーリーの茶番動画だ。こちらの動画の視聴維持率は 52.4%。 3分27秒の短い動画にもかかわらず平均して動画の半分ほどで視聴を切り上げている人が多いということだ。これグラフを見ると動画が始まってすぐに視聴率がガクッと下がってその後緩やかに下がって落ち着いてるから、序盤のつかみに面白いシーンがあれば視聴維持率を上げれたんじゃないかな。それは原因として考えられるな。どんなに落ちがしっかりしていてもつかみがダメだったら落ちまで見てくれない。ちなみにこの動画のつかみと落ちはどんな感じだったのぜ、見たい人は概要欄にリンク貼っておくので各自で確かめてほしい。正直あんまり面白く、続いてはこの動画100万回近く再生されている当チャンネルの代表作の一つだ。簡単に言うと霊夢が本人も気づかないうちにいつの間にかガンで死んで幽霊になっており、幽霊になって誰にも見えないはずの霊夢がいつも一緒にいたマリサにだけ見えて成仏していく霊夢をマリサが泣きながら見送るという、これまたよくわからないセンスの茶番。しかしこちらは 70% という高い視聴維持率。なんとこの動画を視聴した6割の人が動画の最後までを完走している。でもこうして見ると視聴維持率が高いから動画が伸びたっていうより、視聴率が高いと視聴維持率も上がるって見方もできるわよね。さっきうく主がボソッと言ってたけど、両つべは AI で視聴者一人一人を分析して、その視聴者の興味のありそうな最適の動画を選び抜いて、あなたへのおすすめとして表示してるんでしょ。なら伸びた動画は AI が選び抜いた、この動画に興味のありそうな人がたくさん再生しているということになるはず。それなら必然的に視聴維持率も上がるわよね。確かにそれは考えられそうだと思った。そこで別のデータも分析してみよう。これは投稿してから約1ヶ月間の視聴率の推移。3月19日には400再生ほどしかされていなかったのが、翌日3月20日には1115再生されており、それをトリガーにして急激に再生数が上昇し、3月26日にはピークに達したった1日で2万183回も再生されていた。動画が伸び始める3月20日よりも前の視聴維持率を抜き出してみると、なんと 72.7%。 伸びる前から視聴維持率が高い、つまり視聴維持率が伸びに関係したと考えることができるのだ。そして私の投稿してきたほぼ全ての再生数の多い動画に共通するのが、トラフィックソースの関連動画とブラウジング機能の比率がものすごく高いことが挙げられるぜ。トラフィックソースとは、簡単に言えばこの動画を見つけたきっかけを指す。この動画では関連動画に表示されてるのとブラウジング機能で見つけた人が多いみたいだな。ブラウジング機能っていわゆるあなたへのおすすめのことだ。つまりここから言えることは、霊夢、わかるな。視聴維持率が高いと関連動画やあなたへのおすすめに表示されやすい傾向があるということかな。その通りだ。ということで、毎日投稿を徹底するくらいなら時間かけて高い視聴維持率の取れる面白い動画を作れというのがここまでの話だ。ただし、これには補足しておかなければいけない重要な点がある。先ほど述べたように、世の底辺 YouTuber は毎日投稿することにこだわりすぎるあまり、面白みのない大量生産低品質動画を毎日作り続けた末に一生伸びることなく腰つべから撤退していくわけだけど、視聴維持率の高い面白動画を投稿してめでたく伸びた後はその限りではない。どういうこと？伸びてきて登録者が増えてくると、新しく動画を上げた瞬間にたくさんの登録者が新着通知を通じて動画を即座に見に来る。再生数の初動がとても速くなるので、関連動画やあなたへのおすすめにも出やすくなり、動画を出せばちょっとくらい滑っても一定数再生数を稼げるようになるんだ。要するに軌道に乗った状態だね。もし君が動画で広告収入を得たいと思っているなら、軌道に乗った後はどちらかといえば投稿頻度の方を大事にした方がいい。伸びた後はファンと化した登録者、いわゆる信者がある程度無条件に新しく投稿した動画を再生してくれるようになるし、その段階までいけば伸びる動画の作り方はなんとなく掴んでいるはずだから、時間をかけなくてもいい動画は作れる。頑張っているのに伸びない投稿者はこの辺りの考え方が逆転しているように感じる。チャンネルを伸ばすために投稿頻度を増やすのではなく、チャンネルを伸ばしてから投稿頻度を増やすんだな。ここまで長い時間視聴維持率の大切さについて説いてきたが、ここからが本題の伸びるゆっくり茶番の作り方のお話だ。前置き長すぎるだろ。霊夢にはあの話が前置きに聞こえるのか。両つべのシステムを理解するのは死ぬほど重要なんだぞ。ただやみくもに数手ば当たる理論で動画を大量生産するのは時間を大量に浪費することになる。俺もこのチャンネルを立ち上げた当初はその思考に完全に支配され、毎日動画を出せばどれか一本がそのうち当たる、そう信じてしまっていた。でも伸ばすコツは全然違うところにあった。この動画は俺のチャンネルで最も伸びた動画、再生数も151万回と運では到底到達できない回数だ。タイトルもサムネもそこまで人を引きつけるレベルのパワーは持っていないように思える。この動画にはなんでミリオンいったのかわからない動画ナンバーワンというコメントがついた。俺も正直わからん。視聴維持率は高く 66%、 つまり視聴者を飽きさせないように動画を作れているということだね。ではどのような茶番の作り方が視聴者を飽きさせないために重要なのだろうか。この動画のあらすじを簡潔に言うと、霊夢が死ねという日本語以外一切発音できなくなる病にかかり、病を治すために同じ症状のゆっくりが集まる施設を訪ねるという物語なのだが、実はここが視聴維持率の高い動画作りにまず重要で、この物語の設定には元ネタがあるのだ。それはネットの掲示板で転載されているのを見かけた漫画の1ページで、どのようなストーリーだったかというと、ある朝女子高生の主人公が学校に行くと、クラスメイトの女子高生が死ねとしか言ってこない。明らかに様子がおかしすぎるのだが、しばらくすると死ねしか言わない女子高生がメモを出してきて、そのメモには助けて、朝からこれしか喋れなくなったと書かれていたという内容だったと記憶している。俺は残念ながらそのストーリーの導入部分しか見ていないので、この後その元ネタの漫画で物語がどのように展開していくかは知らない。しかしそれが逆に良かった。俺は物語の導入しか知らなかったので、死ねしか言えないという大元のアイデアに自分なりに考えた物語の展開と結末を肉付けして自分の
カッチンにしていくという作業がとてもやりやすかった。え、それってパクリじゃないの？霊夢、そういうところが登録者に毎日投稿で再生回数平均1桁のゆえんなんだぞ。死ぬほど悪く言えば確かにパクリなのかもしれない。だがそこに自分なりの設定や表現を自分の価値観、感性、考えに基づいて肉付けしていけば立派なインスパイアになるんだ。いいか、世の中の売れてるコンテンツだって元ネタがある作品なんかいくらでもあるぞ。誰しもが何かの作品に影響されてそのアイデアを借りつつ自分なりの感性と思想で違う作品に発展させてオリジナリティにしているんだ。でから何かを生み出すなんてアダムとイブかよ、いや神かよ。何にも影響されず完全に自分独自の優れたアイデアを生み出せるのはそれはもう疑うことなき天才だぜ。霊夢にはそんなとんでもない才能がある自信があるか？いや、ない。もしかしたら霊夢もせっかくアイデアが浮かんだのに何かの模倣になることを恐れてボツにしている経験があるかもしれない。でもアイデアっていうのは霊から生み出すだけじゃなく逆のものに自分にしか作れない銃を付け足すのでもいいんだ。思い返してみれば俺の伸びた茶番は実体験が元になっていたり SNS に書き込まれていたいじめられっ子の訴えが元になっていたり小さい頃に見た物語が元になっていたり元ネタもなく自力で思いついた茶番というのはあまりなかった気がする。だからまず視聴維持率の高い面白い動画を作るための最初の基盤である面白い設定のアイデアが浮かばないという人は元ネタを探すことに注力してほしい。本でもいいしアニメでもいいし何かのバラエティでもいいし学校で起きた出来事とかでもいい元ネタにできそうな事柄を探すセンサーをビンビンにさせてほしい。これはマジで重要。茶番のアイデアが思い浮かばない人の落とし穴だから。そんなに重要なのか？正直これが伸ばすコツの7割だ。割合だか。でも残りの3割も大事なので聞いてほしい。まず最低限の編集技術だがこれは決して高いハードルではない。ゆっくり茶番で求められる編集技術といったらゆっくりムービーメーカーの基本操作それにプラスアルファで AVI インテルの編集テクニックを少し持っていればいいだけだ。直線移動のアニメーション効果シーンチェンジどれも YouTube やネットに分かりやすいチュートリアルが載っているし誰でも今すぐ簡単に実践できるテクニックだ。もし AVI インテルやゆっくりムービーメーカーというワードが何それ美味しいの状態だという人は今すぐこれらのソフトをインストールして勉強してほしい。どれだけ容量悪くても1ヶ月もあればゆっくり茶番作れるようになるから毎日投稿なんかしてる暇があるなら自己研鑽に励むべし。時間は有限だ。貧乏暇なしということわざはまさに金や数字で損する人間の時間への無頓着さを秀逸に表している。次の伸ばすコツはゆっくりたちの喋る速さ。ゆっくりたちのトークのスピードはゆっくりムービーメーカーの設定でコントロールできるわけだけど喋る速度はどうだろうか。これは俺の考えだがデフォルトの100は少々遅いように感じる。160くらいにすると喋りが速くなりテンポが良くなる。ツッコミやボケなどの掛け合いを工夫してやれば芸人のようなキレのあるトークを演出することも可能だ。そしてトークのテンポを制御する上で重要なテクニックがもう一つある。ゆっくりムービーメーカーではアイテムの右端でセリフとセリフの間を調節できる。それをこのように右端の隙間を全カットすることでセリフを喋った後畳みかけるように次のセリフを喋らせることができる。両方は2つあり1つはツッコミを食い気味にするときに使う。そういえばマリサずっと喋ってないね。ギャラ泥棒かよ。トイレ行ってたんだよ。収録中にトイレ行くなよ。こんな風にツッコミのテンポが良くなる。ちなみにさっきのツッコミの場合は字幕を重ねたかったためにセリフの右端を伸ばしてその下にツッコミのセリフをボケの終わり際すぐに食い気味に重ねるということをしているぞ。ちなみにヒット051.mp3 というのは叩く効果音の音声ファイルだ。効果音そして BGM は畳みかけるようなトークと合わせると視聴者を飽きさせない動画作りに大いに役立つ。フリー素材のものをたくさんダウンロードしておくのは必須。ちなみに今バックで流れている BGM は俺が iPhone で暇つぶしに作った自作 BGM だ。特徴的な BGM を作れると自分のチャンネルの個性を演出するのに大いに役立つのでパソコンで作曲をする BGM は学んで損はないと思う。そして両方の3つ目はトークのテンポ感をさらに速くするために使う。これはナンパ師が会話で使っているらしいテクニックなのだが受け狙いは早口で畳みかけるように言うと面白いっぽくなり女の子の笑いを引き出せるのだそう。その上人間は会話の上で詰まったりテンポの悪い人を頭の回転が遅く頭の悪い人と認識する性質があるので会話にもたもた感があるとイライラさせてしまう。故に間を与えないトークスタイルは視聴者がイライラせずセリフを快適に聞いてもらうのに超有効なのだ。その他にも BGM をぶつ切りにしてボケを滑り込ませたりセリフをぶつ切りにして食い気味に次のカットに移行させる手法などで笑いを誘うこともできるし使える手法をどんどん他の投稿者やテレビ番組から盗んで自分のものにしていくんだ。あと最近は某街頭インタビュー系 YouTuber が某月曜夜のバラエティ番組のパロディのような編集をして伸びているけれどうまくパロディを取り入れた編集は視聴者の心を引きやすいしブランディングの観点からも有効だな。ブランディングとはざっくり言えば様子部屋会においては個性とかキャラ付けとかそういう意味に近い。詳しい意味は各自ググってくれ。めっちゃ長く話したけど結局最初の元ネタを探すっていうのが一番大事なのか。そうこれは俺の経験で分かったことなんだけどどんなに編集を工夫してもどんなに間にギャグを挟んでもやっぱり大元になる茶番のアイデアがダメだと他も全部ダメ。逆にさっき紹介したしねしか言えない霊夢の動画のようにアイデアがしっかりしてればテクニックなんか意識しなくてもスラスラと動画が作れてしまうし出来上がりも段違いなんだよね。だから今回の話でぜひ覚えてほしいのは茶番の元ネタを探せと毎日投稿するくらいならじっくりと一本の動画を完成させろ。ザ掲示板などで両つべのシステムについて知ったかのように語る一般人がいるが確実に動画投稿をしたことがないか動画が思い通りに伸びた実績がないのがほとんど。そのような人たちが流す続説が底辺 YouTuber 界隈での常識になってしまっているんだ。俺は何も伸びる人が偉い動画投稿してるのが偉いと言いたいわけではない。こんな頭の悪いエフラン大学生でも自分なりに動画を分析して再生数を伸ばす方法を研究しているのに多くの YouTuber が思考停止で根拠のない情報を信じ込んだり勝手に挫折して炎上商法に走ったり機材中になって必要以上に動画機材に無駄金を投資してしまったり始めた時はあんなに熱意があったのに登録者数千人にも満たずにやめてしまう。そんな現状を悲観してこの動画を作ったんだ。なんでこいつこんな上から目線なんだよって思うかもしれない。でもプロ YouTuber のような占領できるレベルの金額ならともかくバイト代で
程度の額を稼げる再生数なら誰でも努力の範疇で到達できる。4つ目にはアナリティクスという、自分の動画を詳しく分析できるツールが整っている。それを使って自分の動画が視聴者にどう見られているのか、誰が見ているのか、自分の視聴者は自分のどのような動画を求めているのか分析しようとするべきだ。そしてこれはチャンネルを伸ばすためなら腹をくくってほしいのだが、自分の向いていない分野で動画を作ってないだろうか。この動画ではゆっくり茶番での伸ばし方について解説したが、向いていないのに他のゆっくり茶番者に憧れたり嫉妬している一心で無理やりゆっくり茶番というジャンルに執着してしまっていないだろうか。そもそもゆっくり茶番には脚本家的な才能、構成作家的な才能、企画的な才能など生まれ持った能力をある程度問われてくる。それらがない人でも元ネタを探すというプロセスを踏めばたくさん再生される面白い茶番動画が作れる可能性も大いにある。だがその元ネタを探し当ててうまく自分の作品にしていくという作業は紛れもなく才能がいる。才能がないとただの隔離になってしまったり、自分で肉付けしていく部分がつまらなくなったりする。元ネタを見つけるセンサーの優秀さも生まれ持ったものの強さに依存するところがある。どういった元ネタを探すという方法がうまくいかなかった人はゆっくり茶番というジャンルに果たして適性があるのか見直してみることをお勧めする。ゆっくり実況という別のジャンルもあるが、あれはさらに才能芸だ。ゲームのプレイ画面からゆっくりたちの面白い掛け合いを生み出すというのはプレイから何かを生み出すのにとても近い。プレイ画面から面白そうな部分を拾って笑いにつなげていくという大喜利のお題を何問も答え続けるようなそんな能力が必要なのだ。ゆっくり茶番は俺の動画のように笑いではなくシリアス路線に逃げることもできるが、ゆっくり実況ではシリアス路線というのはあまり見かけない。つまり伸ばすためには高いギャグセンスが必須というえげつないハードルがあるのだ。そこで俺がおすすめしたいゆっくり動画のジャンルがズバリゆっくり解説だ。まさにこの動画である。ゆっくり解説は解説の動画というだけあって、文才とか構成能力とか様々なセンスを問われると思われがちなジャンルである。しかし少し考えてほしい。何を解説するのかは極めて自由だ。王道はスポーツだな。野球の選手の投法についてとか、バドミントンのスマッシュの打ち方とかを映像を引用しつつ解説することもできるし、逆に例えば新興宗教の解説をする場合、一見ニッチな分野ではあるが深掘りしてみると興味深い知見を得られたりするかもしれない。このようにどんな題材をしても面白く紹介することが可能なのだ。そして題材は自分が人生の中で熱中して取り組んできたことを選ぶと、誰でもとっても内容の濃いゆっくり解説動画を作ることができる。カードゲームとか歴史とか鉄道とか天体とか、誰にでも長い人生を生きてきた中で語り出したら止まらないほど熱中した事柄が一つぐらいあるはずだ。それについて深く掘り下げた解説動画を作るのが、高いセンスも能力も規約違反もポリシー違反も必要なく視聴者に面白いと思ってもらえる動画を作る数少ない動画の一つだ。全ての分野の知識に精通してて全知全能みたいな人はそうそういないが、人よりも詳しいという分野をいくつかは持っているという人はおそらくほとんどなはずだ。例えばパズドラというソーシャルゲームがあるような、パズドラの人気は7年ほど前に全盛期になり、放課後の中高生男子は揃いも揃って午後3時ちょうどのゴッドフェスの開幕を近所の公園で待ちわびる、そんな光景が見られた。しかし時が経ちパズドラのブームは過ぎ去り、未だにプレイし続けている人は珍しい存在になっている。俺も未だに現役でパズドラをプレイしており、その珍しい存在の一人だ。つまり俺は今のパズドラについて人よりも詳しいことになる。ならばコラボガチャの当たりキャラが誰なのかを解説したり、ダンジョンの攻略法について解説するのもいいが、それではどちらかといえばパズドラガチ勢をターゲットにした動画になってしまうため、パズドラガチ勢の中でもある程度優れた知識を必要とされるためハードルが上がる。もちろん知識に自信がないのなら動画や話題の面白さで補えばいいんだが、それにはやはりセンスが問われるためハードルが上がる。だったら今のパズドラを知らない一般の人に向けた解説動画というのを考えてみよう。例えば7年前最強だったモンスターたちは今の環境でも通用するのかという解説動画はどうか。7年前に活躍していたモンスターたちはパズドラが社会現象になった時代のモンスターなので、自分と同じぐらいの年代なら知ってる人が多数だ。だけどブームを過ぎてパズドラをやめてしまったミーハーにとって、ホルスとか闇メタとかキルアとかベジットとかが今の環境でも通用するかを検証するためだけにいちいちアプリを再インストールする人は極めて少ないわずだ。そこを今のパズドラを知っている俺が動画にしてまとめるのだ。例えば闇メタはつい最近まで極精神化して最強だったとか、ホルスは超転生して18倍出るようになったけど耐久力がないから弱いとか、そういうことをベラベラ喋るだけで見る側はパズドラか懐かしいなという感想だけでなく、今は覚醒進化に飽き足らず極精神化なんてものがあるのか、18倍も倍率が出るモンスターすら使い物にならないほどインフレしてるのかという風に視聴者に簡単に驚きを与えることができる。パズドラのプレイヤーの間では知ってて当たり前な知識なのに、その知識で受けのいい動画を作れるんだ。不思議だろ。誰の知識にだって得意な分野と不得意な分野がある。それを互いに補ってやるというイメージができれば、ゆっくり解説がいかに簡単に需要にマッチできるコンテンツかがわかると思う。加えてゆっくり動画にはトークのうまさとかテンポの良さとか声質の良さとか、生声解説で求められる生まれ持った才能は全部不要だから、工夫さえすれば誰でも再生数の高い動画を生み出せる数少ない健全コンテンツなんだ。それがゆっくり解説だ。ちなみに俺はこのブームマンゆっくり実況チャンネルを立ち上げる前、1ブームマンというユーザー名で卓球の試合や選手を解説するゆっくり動画を上げていたぜ。理由は俺が元卓球部で確実に人より卓球の知識があったから、そしてテレビやネットで卓球の試合を見るのにハマっていたからだ。ただしそのチャンネルでは一般人に卓球の知識を広めるというより、卓球がそこそこ好きという人に最もフィットした動画を出していたぜ。なので知識や研究が自分のものでは足りないという事態がたびたび発生したが、その時の視聴者の様子を見て分かったことは、みんな俺の解説から新たな知見を手に入れることより自分の好きな選手の解説動画を上げると喜んでくれる人がたくさんいたし、この選手を紹介してくれというリクエストのコメントがたくさんついていたことから、卓球選手や卓球というスポーツに対する深い知識と理解より好きな選手を題材にして一本動画が作られて解説の内容に共感できたらそれでいいという感じの視聴者が多かったように思える。卓球マニアに比べると知識量
量が少なかった俺はネット検索などで知識を補ってなんとか動画を作り上げているようなレベルだったけど、それでも登録者9000人まで行き、卓球愛好者の間ではそれなりの知名度を獲得し、結構いいところまで行ったんだ。なのでゆっくり解説の強みは自分の得意分野を簡単に活かせる点と、もう一つ題材にする分野のファンをかなり容易に視聴者として取り込めるということだ。自分の卓球解説も今思えばそこまで面白い内容ではなかったが、卓球のファンは卓球選手の解説動画というだけで関心を持ってくれるし、パズドラの場合もネット上に行ったというパズドラのプレイヤーの一部が関心を持って再生してくれるはずだ。このように自分の創造的なセンスが必要になるゆっくり茶番やゆっくり実況より、自分の元々持っている知識と題材とするコンテンツの力を利用できるゆっくり解説は非常に強いのだ。ならおい待てよ、ゆっくり実況もプレイするゲームのファンを取り込めるんじゃないかと思った人もいるかもしれないが、ゆっくり実況はゆっくり解説とは違い、事実を淡々と述べるだけでは面白い動画にならない。マリオカートのゆっくり実況で、中央に映る僕のマリオが今横から飛んできた緑甲羅にぶつかりました、僕の操作するマリオの隣ではピーチが青甲羅を使用しましたとか、画面内の状況を淡々と読み上げてもそんなん見ればわかるわとなり面白い動画にはならない。もちろんゆっくり解説もボーシャムゲームやボータレゾーのようにパッケージに書いてある文字を淡々と読み上げるだけとかなら NG だけど、少しの工夫でただの知識をエンターテイメントに昇華できるのが強いのだ。ということで、再生数を取りたいならゆっくり茶番なんかよりゆっくり解説の動画を出した方がいい。今回の動画のまとめだ。霊夢、マリサ、わかったか？ってあれ、あいつの話クソ長いし、話し方クソ長いし、マジで疲れたわ。もう YouTuber なんかやめて真面目にバイトするわ。それが賢明だ。